九州電力の安全教育施設安全未来館は、佐賀県唐津市にあった石油火力発電所の跡地に新設されました。今日の開館式には佐賀県の山口知事や唐津市の峰市長らが出席。九州電力の池部和弘社長は、心に響く安全教育に取り組み、安全最優先を企業文化として浸透させることが重要と挨拶しました。安全未来館は敷地面積がおよそ2500平方メートル、延べ床面積はおよそ550平方メートルあり、大型スクリーンや VR 機器を使って過去の災害や事故を疑似体験し、安全について学ぶことができます。九州電力はグループ会社の社員を含む2万3000人を対象に、この施設で定期的に研修を行います。